あとあの週刊アニメですね、はい、山本詩織がですね、はい、独占インタビュー90分、はい、これあの朝日新聞の秋山さんというあの秋山の編集員が、はい、あのインタビューしてるんですけどね、山本詩織政界引退あーって何ですか。いやその秋山のり子さんっていう人は、はい、あ今皆さんネット検索してもらうと分かるんですけど、はい、シングルマザーと永田町という、うん、朝日新聞の、うんまあ、特別連載みたいな記事をやった人なんですね、うんうんうん、なるほど。この人は LGBT、はい、あなるほど。それからシングルマザー、はい、極めてリベラルな、うん、あその、まあ、政策を、うん推進する旗振り役みたいな朝日新聞の人ですよ、はい、はっきり言って、うん、なるほど。で、この人がやってることは自民党内の女性議員について、うん、こう左側にこう引っ張るようなことをやってる人なんですよね、うん、そしたらね僕山本詩織さんもこれ議員辞めるって言うんだったらこれ例えば文春とかね、うん、あるいは月刊花田とかに出て、うん、こういう左っぽくないところでインタビューを応じる方がね、うん、よっぽど彼女の今後の奥行きが出たと思いますよ、うんね、結局そっちかよってみんな思っちゃうから、うん、分かってる人は、まあ、みんなって僕だけかもしれないけど、あそれね秋山紀子さんっていう人はもうこうやって名前出してインタビューしてんだったら皆さんぜひ覚えておいた方がいいですよ、うん、そうか。でもあの山本詩織は私はそもそも引退という言葉がすごく古くてピンとこない、私自身は一回も使っていません。政治家を続けて、ま、時を待つよりも政界の外と中の出入りを自由にすることで中から動かせないことを外から推し進められるかもしれない、今は外に出た方がやれることがあると思ったと、そういうこと言ってますね。うん、それからとにかく小選挙区制で女性が勝ち抜くのは大変だと、今のやり方で女性が選挙を勝ち抜くのは本当に過酷だ、例えば毎朝駅頭に立つって本当に大変、7時から始めるとして支援してくれる地方議員さんたちがいたら候補者は6時半に行かなくてはいけない、そこから一日中足を棒にして握手の数をカウントしていく、そんなやり方で能力のある女性が政治家を選びますかと、うん、あんまピンとこないですね、はい、そうですね、うん、じゃあトランスジェンダーの女性とかにしたらいいじゃないですか、そこはだって、うん、そこを踏ん張るのがクオータ制とかじゃなくて、はい、男の議員みんなやってんだから、そうですね、うん、これで男女って言ったらおかしいですよ、うん、はい、私は有権者の皆さんも娘でも妹でも家族でもない、だから盆踊りに行きお祭りで餅をついて一緒に食べる、バス旅行をする、年末年始を一緒に過ごす、そんなことはできませんとこう言ってます。それちょっと議員に向いてないですよね今現状のシステムではね。そうか、はい、あただねそれはその国会議員がその夏祭りとかでその近畿からをやるのが正しいのかっていう議論は僕はあってもいいと思いますよ、うん、ただ今辞めますっていう理由で、うん、その女性には向かない職場なんだっていう言い方、うん、そりゃなしですよ、うん、もうみんなやってんだもん、他の女性議員やってんだから、うん、そう男性議員もやってるわけです、それはちょっとがっかりですね、そうですね、僕はその最近ねその立憲民主党辞めて以降は非常になんていうかなあのシャープなね、うん、発信と活動されてたから、はい、そういうウイグル人権問題もね、はい、そうですね、香港の件もね、あと憲法改正、はい、非常に筋の通ったことをおっしゃってた、うん、そういいなと思ってたらお辞めになるんで、うん、がっかりしてたけど、うん、じゃあいっかって感じですよね、そんなインタビューだったらね、うん、一応秋山さんもあの不倫問題も一応聞いてるんですけどね、はい、女性議員の私生活に向けられる関心の高さが異常ですよね、後期の眼差しが男性の政治家へのものとは全く違う、そのリスクを冒してまで政治家を続けるにはかなり高いインセンティブを持たないと、この状況の中で選挙に出たらって経験に女性に進められないです、いやいやいや言ってんだけど、いや男性議員だってめちゃくちゃ、そうそう、あと男性議員だってめちゃくちゃ不倫でやられてるじゃないですか、そうだね、確かに、はい、松潤だって飲みに行っただけでやられちゃってるわけですからそんなのね、あれですよね、これもまたちょっと違う、ちょっと論点ずれてる、論点ずれてますね、はい、うん、感じがしますね、ちょうど民進党の幹事長に、内定した時にあんなタイミングで誤解を招くかもしれない行動を取るべきではなかったという見方もあるのですが、秋野さんが聞いてる、しかも誤解じゃないんだけどねこれは、はい、事実なんだから、間髪入れずそうは思いません、誤解を与えるな、脇を締めろ、この2つを言われ続けたことここ数年ですが、囚人の目にさらされながら全て気にして行動していたら自分なりの生き方ができない、政治家も豊かな人生を送るべきだと思いますってこう言ってます。あ、いや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 、あ、もうダメだこれやっぱ税金
でね、みんなから、うん、その権力と、うん、まあ、報酬もね、もらってる人間ですから、当然批判の対象ですから、うん、それに耐えてこそっていうのもありますし、うん、逆になんか国会は秘書が出ればいいとかね、うん、そういう法案通した方がいいんじゃないですか。もっと別のやることがあるから、全部の法案に自分は理解できないと、うん、だから秘書で医療関係の関係は医療関係に強い秘書がね、うん、出て出ればいいと、理解するとかにした方が僕はなんか寝るしかないじゃないですかあれ、うん、全部の法案一日中あそこで、あれは、うん、あれはなんか憧れない商売だなと僕は。それ以上やっぱり予算委員会に必ず総理大臣が出なきゃいけないっていうことを早く改革した方がいいわけ、ね、それはそうですよね。あんなの無駄だもん、はい、そうそうそう、はい、いらないですね、いらないよ。いや、そういうのがね、なんか僕はもうちょっと合理的にできないのかなと思いますね、うん、はい、立憲民主に関しては週刊文春が、はい、新聞不信のところでですね、時事通信の調査でね、政党支持率、自民党が 22.8%、うん、公明党が 3.7%、うん、立憲民主党は 2.9%、うん、共産党 1.7%、はい、要するに公明党にも抜かれちゃったと、はい、立憲は。実験ね。でもこれが全然ニュースになってないと、あ、はい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 、見出しにも、はい、それがおかしいってこう書かれてるんですけど立憲にはもはや期待してないんじゃないですか、ね、そうなんだよ。これだけど公明より下回ったって初めてじゃないですか、ね、初めてですよ。だからこれはニュースなんだ本当は、はい、大ニュースですよね、はい、そうなんです。一応野党第一党が 2.9? そう、 2.9 ですよ。時事通信の世論調査非常に信頼度が高いと言われてるんですよこれ、ね、そうですね、時事はそうですよね、うん、だから公明に行ったんじゃないですか、自民党の足引っ張ってくれってことで連立やってるからね、公明に入れた方がむしろ効率的に足引っ張れると思ったっていう人もいるんじゃないですかね、それぐらい立憲民主って、まあ、支持されないというか期待してもしょうがないっていう。これを例えばなんていうか見出しに取り上げたりなんかしない新聞記者の感覚もおかしいけどね、政治記者のね、はい、そうですね、うん、僕もこれ気がつかなかったな、公明下回ったっていうのは、うん、この時の時事がどういう記事を書いたかですよね。あ、そうですね、まあ、多分菅政権支持率下がるとかいう見出しになってたんだと思いますよ、うん、僕気がつかなかったから。いやいやいや、これはもう菅さんもすごいニュースですね、はい、もうゆっくりインタビューに自信があったのも分かりますよ、ね、枕高くして寝れますよこれもう安心ですよ。枝野とか枝野ビジョンとかもよく分かんない本でもそれ、例えばコロナについてね、ゼロコロナといって、はい、第3波が来たら内閣総辞職だって言った、うん、はい、その発言が国民に受け入れられなかったんだっていうことを反省しないからこういうことになるわけですよ ね、 そ, うすね、うん、それだけ日本の国民の民度高いってことですよ、はい、PCR、 ね、PCR といいね、はい、もうシャットダウンしろといい、はい、かといって緊急事態法制はやらない、はい、憲法改正もやらない、それはもうそれこそその火力発電ダメって言いながら原発もダメって言ってるどっかの環境大臣と同じですよね、はい、数字が取んないんだもん、うん、でそういうことがこの支持率になってることについて、まあ、何の反省もないんだから、はい、まあ、菅さんついてますね。そうです。